い、皆さんこんにちは、ワネルグルービーです。では今回はデートの決断法パークヒット、ヤマト特攻棒の岬沖海戦、続きをやっていきたいと思います。まあ、試行錯誤でなんとかね、これをクリアしていこうとこういうことから始めて、まあ、最終的にはそのままキャンペーンモードに突入して、大逆転のね、太平洋戦争というテーマでやっていきたいなと思うんですが、これがなかなかクリアできなくて苦戦をしています。で、今まではあの空母を使ったり、まあ、駆逐艦をはじめとした水雷戦隊で敵の空母を狙ったりとか、まあ、いろいろやってきてるんですけども、今回はちょっと前回の戦い、つまり戦艦を主体とした戦いをもう少しグレードアップできればいいかなと思ってまして、投入する艦隊はですね、ご覧の第1、第3、第4艦隊、これを投入していきます。画面の右側に出ている参戦艦隊というところに出ている第1、第3、第4です。で、まず第1艦隊から見ておくと、伊藤誠一中将による戦艦ヤマト、あとは矢作ですね、慶次で、以下駆逐艦8隻です。で、第3艦隊の方は軽空母龍鳳入ってるんですが、もうこれはあまり戦力的に期待はしていなくて、従順4隻、これに期待をしています。で、第4艦隊の方は戦艦春田、あとは航空戦艦が2隻に正規空母の2隻、従順1隻で、軽巡が2隻というこの第4艦隊を投入していきます。ちなみに第2艦隊はですね、戦艦長門、ヤマトの前の、連合艦隊の早期艦ですね。そして第5艦隊、これ、軽空母2隻、正規空母1隻入っている、まあ、空母艦隊と言っていいと思うんですが、まあ、これらの艦隊になります。今回は第1、第3、第4の3個艦隊を投入します。で、投入する海域なんですけども、今まではヤマトを一旦洋上待機させるという戦略を取ってたんですが、今回はそれをやめます。ヤマトの文字通り特攻で、マップの右上から全艦隊を突入させていきます。もちろん日没と同時に突入です。で、ヤマトは今回突入させるんですけども、あの空母はね、日本の艦隊残念ながらまだこの時期了解、夜間に離発着可能なものがない。アメリカ軍はもう離発着可能なものを持ってるんですけども、日本軍はまだ持っていないという、まあ、悲しい現状があるので、ここはですね、空母だけはやっぱり離脱させます。しかも護衛なし。ここはね、ちょっと怖い部分になりますけど、やっていきましょう。で、ヤマト以下、全艦隊、沖縄本島の東側から突入していきます。できればね、雨が降ってきたタイミングで敵艦隊と、遭遇するといいかなと思います。では、艦隊を動かしていきます。一応今週の、土曜日ですかね、ミカミックスのパワーチャンラジオラジオ放送予定なので、ちょっとお時間ある方ね、そちらの方も21時から放送予定しているので、遊びに来ていただければなと思うんですけども、まあ、その中で詳細はお話ししようと思うんですが、先週の日曜日、先々週かな、も、香港で10キロマラソン出てきまして、まあ、香港といえば今いろいろね、デモ関係、民衆派、親中派の戦いがね、起こっていて、治安的にどうなんだというのはあると思うんですけど、基本的にはそういうデモとかにも遭遇することもなかったですし、治安もなんか悪化してるなっていう感じは全くしなかったですね、街中も。まあ、ただ、電車の駅、まあ、地下鉄の駅とか、あとはその、空港に入るときのセキュリティがかなり厳しくて、警官がね、出入り口で、まあ、身分証とか、まあ、そういうのをチェックしてましたね。まあ、それ以外は本当に特に問題なしというところだったんですが、まあ、悲しいかな、その10キロマラソンがですね、40分切ると、まあ、公言して臨んだんですが、まあ、正直言って41分台が出ればいいかなっていう、今の実力だったんですけど、まさかの寝坊、あとは渋滞で、スタートに間に合わずということですね。まあ、残念な結果になってしまったので、まあ、これは、4月に上海で、マラソン大会あるので、そこでね、なんとかちょっとリベンジをしていこうかなと思います。というところで敵の艦隊と遭遇。そしたら、第3艦隊を
敵の進路上の頭に突っ込んでいきましょう。でヤマトはその後ろをついていきます。雨降ってないので敵の艦隊がね空母を出してくる可能性が高い。航空基地からも多分ね届いちゃうんじゃないかなと思うのでちょっと心配ではありますね。さあヤマトから攻撃を始めていきます。敵からもしっかり攻撃が始まってんな。被弾するなよ、最初に被弾するなよ。ヤマトからも攻撃を開始。敵の空母がどこにいるかをまず極めましょう。敵の空母ここにいるね。これが敵の空母だと思われます。なので敵の空母を集中的に狙い、ではまた時間を進めていきます。早いね、一応ライト点灯して敵の空母の位置確認しましょう。ここだな。敵の空母の位置を見余ってしまったが、これで敵の空母の位置全部確認できましたね。3空母か4空母いるはずなので、もう1空母いるはずですね。あとはヤマトからの攻撃でね、敵の空母の甲板を回避させれば、そうはさすがにいかないていきましょう。了解。了解。まだ沈むなよ。どうなんだ、ちょっと微妙な展開になってるな。まずは橋本さんの巡洋艦がここで離脱ですね。残念ながらこれ以上は戦えない。機関がやられてしまってるので進めない状態になってるので一旦艦隊から切り離しましょう。でヤマトの方はどうなっている。の方は一応全速力でまだ走ってはいない。第三艦隊の方がちょっと突入が効いてるな。
魚雷をぶち込んでいきましょう。ヤマトは進路を少し変えています。通りではあるよね。早々に橋本さんが沈んでしまったというのがあります。こっちにも爆撃機がいるな。これでヤマトが狙われて始めてしまってどうかというところですね。ヤマトも護衛艦はついているものの、やっぱりヤマトに集中攻撃してくるのは当然の流れではあるので、第三艦隊を敵の高度がいるであろう主力へと向かわせていきましょう。第一艦隊、うわ、ヤマトがいきなり被弾してるな。頼むぞ、早いぞ、まだ沈むには。よし、敵の接近ほぼ一撃撃沈します。さらに敵の正規空母 SX 級撃沈しています。よし、敵の軽空母一撃撃沈します。そしたらヤマトは一旦洋上から退避させましょう。了解、戦闘中域から退避させます。うわ、ここで敵の空母が大量に航空機を発艦させてきてるね。了解。了解。ヤマトが狙われているものの、敵の、まあ、航空隊の侵入角度を見る限り、この辺りに多分空母がいると思うので、その中域へと向かわせざるを得ないよな。ただヤマトは一旦、洋上退避させます。ヤマトがここで沈むともう終わってしまうので、ここは第一艦隊残りの従順艦隊で敵の空母を叩きに行きます。了解。まあ、敵の空母4隻を一挙に撃沈してるので、まずはこれは大きな戦果ですよね。ただヤマトの速力がちょっと落ちちゃってるんだな。撃て、多分残りの駆逐艦隊で敵の空母を沈めに行きましょう。ヤマトが残ってさえくれれば、一旦ライト点灯してるね。もういや、してない。ここからだ。よし、ヤマトが大破か。ヤマトが大破か。早いな。あとはヤマトに粘ってもらうしかないだろうな。ヤマトが無事逃げおおせてくれれば、十分にまだ勝機はありますね。了解。敵の正規空母をとにかくガカスカ沈めていかなきゃいけないので。了解。
さあ水雷戦に持っていきましょう。得意の水雷戦。もうちょっと入り込んでくれれば一気にジャイアントキリング、敵の空母を軒並み沈められるチャンスがやってきてるな。今こんなチャンスなかなかないぞ。戦艦ヤマトはこのまま逃げ切ってくれることをまあもう願うしかない状態なので、まあ、ここは願い続けましょう。本当にねヤマトが速力低下してしまってるのは痛すぎるんですけど。了解。了解。さあ時間を進めていきます。第一艦隊がの駆逐艦隊がね、無傷で敵の艦隊に突入できれば魚雷をバシバシ打ち込んでいくんで。さあ突入を開始しているぞ。これでなんかテンションが上がってきてますけど、うまくすれば敵の空母をすべて撃沈できるかもしれない。従順艦隊がちょっと微妙な動きしているのと、そろそろ夜明けが迎えるので雨が降ってくれないと厳しいかなというところですかね。よくやってくれた駆逐艦よ。これでいいわけだね。了解。雨が降ってくれないとしんどいな。ここはしんどいな。さあ第三艦隊が思ったような成果が出てないな。了解。了解。で了解。従順艦隊もちょっとここに来てもどついているので、ちょっと速力を上げて急いで突入しましょう。ただ機関がやられちゃってるので少し遅くなってるね。ヤマトが逃げ切れるかどうかちょっと微妙な情勢です。で空母艦隊は南下させていきます。さあここでようやく味方からも航空隊が出る。といってもね、アメリカ軍に比べるとどうしても所作が目立ちますけど、それでもね敵の空母に一矢報いましょう。味方から偵察機と攻撃隊を発艦してます。敵からもここに大量にね航空隊が出てくると思うので、
ヤマトを見る余裕がない。それほどに敵の航空隊の攻撃が熾烈ですよ。ここに来て沈没ペースが一気に早まったね。で、味方の航空隊から攻撃に出れるかな。攻撃隊が出れないけど、今それは攻撃隊が出てるからだよね。戻ってきたら敵の航空基地に攻撃を仕掛けていきましょう。10時運搬隊がそしたらもう敵の航空基地に沖縄をかける。ヤマトはこのまま逃げで、第一艦隊水雷戦隊ですね。残り4駆逐艦で、なんとか敵の空母にダメージを与えてほしいな。で、いまいち戦果が出ていないこちらの航空艦隊ですが、ここももう一息で沈められる敵の空母がいるので、これをなんとか沈めていこう。なあ、ここまでか。雨降ってくれないときつかったな。ヤマトを投入したことによって前半ね、結構有利に敵の1機動部隊を壊滅させることはできたんですけど、雨が降ってくれないと夜明けとともに一気に劣勢ですね。ヤマトを突入させて、離脱させて、途中でね離脱させて雨が降ってくれれば、まあ、ある意味理想的な展開だったのかなと思うんですけど、ちょっとさすがにそうはいかなかったか。これで第一艦隊が壊滅しましたね。残念なニュースですけど。空母からは、まあ、もうちょっと厳しいですけど、航空攻撃をするために南下させましょう。ヤマトはもう洋上をひたすら逃げる。了解。艦砲射撃が始まってます。了解。まあ、これを前線したと見て、この戦略というか戦術をもう一度試すのか、なんか違うことを考えるのか、ちょっと難しい岐路に立たされてますよね。敵の空母、正規空母、それとも撃沈してくれたか。本当に雨さえタイミングよく降ってくれればね、もうちょっと敵の空母を、まあ、沈めることができていたんじゃないかなっていうのはありますけどね。
で敵の爆撃機が飛んできちゃうという流れだよね。了解。了解。この至近距離からでも敵の空母を仕留められないからね。で航空戦艦の方は砲座がやられてしまったのでもう攻撃をする術がない。ここで敵を引きつけてもらって、ちょっとでもね敵の航空基地にダメージを与えるための、時間稼ぎをしてもらいましょう。ヤマトもいよいよ突入してますからね。さあ空母から3空母正規空母に軽空母1から爆撃隊が飛んだのでこれでちょっとは削れるんじゃないかなと思います。敵の空母は何隻、5隻撃沈かな。本当にくどいようですけど雨がうまいタイミングでハマってくれれば敵の空母ね、2個艦隊は潰せたかなと思うんですよね。1個艦隊はね完全に空母4隻全部撃沈しているので、これがもう1個艦隊ハマってれば、まあ、あるいはしっかりと成果が上げられたんじゃないかなという気はします。爆撃隊は届くの？距離的に。護衛機が届かないんだね。爆撃機は届いている人もいる、届いてない人もいる。微妙な距離ですけど。ヤマトは変なタイミングで突入するのは危険だな。ちょっと洋上退避。了解。撃て。了解。おっと、ここで恵みの雨だ。恵みの雨だぞ。ただこの恵みの雨でどこまで行けるかだな。了解。雨がずっと夜まで降ってくれてこれで、中巡艦隊も壊滅しましたね。味方の中巡艦隊も壊滅。あとはヤマトと空母だけ。鳴りを潜めてみましょう。夜明けまで発見されるわけないか。発見されてるよ。発見されてる。いやー発見されちゃいましたか。了解。
ちょっとダメ元で逃げはしてみましょう。了解。撤退します。完敗だな。まあ、大和がね、文字通り突入を仕掛けていきましょう。ヤマトも攻撃能力を失いましたね。こんだけの攻撃食らっても沈まないヤマト、さすがよと言いたいところですが、ちょっとな、雨のタイミングが悪い。もうちょっと早く雨が降ってくれればね。どうなんだろうな、今の戦いをちょっと振り返る上で戦果をまず確認しましょうか。敵の方はというと、まずは正規空母、まあ、敵の第一艦隊から正規空母、2隻、あとは軽空母2隻、合計4空母撃沈してますね。で、第二艦隊の方から正規空母ランドルフを撃沈。で、あとはエンタープライズもこれ大破しているので、おそらくもう甲板使えないですね。で、ワースプと、インディペンデンス、正規空母と軽空母、これは多分まだ使えた状態ですね。で、あとは、第三艦隊の正規空母2隻、3隻と、軽空母1隻。これは健在。おそらくまだ甲板も使えた状態だと思われます。一方、味方の方はというと、まあ、残念ながらね、第1、第3、両艦隊は壊滅。第4艦隊からは、航空戦艦。これただも攻撃力を失ってましたね。あとは正規空母カツラギも、甲板大破で、戦場離脱と。いうところになっています。戦い方としてはね、特に味方の第一艦隊、第二、まあ第三艦隊かなと敵の第一艦隊が回敵したときは、まあ、ご覧の通りね、敵の第一艦隊はほぼ壊滅させてます。なので、戦術的にはハマってたと思うんですが、その後夜明けが来てしまって敵の航空隊がね大量に殺到してきてしまったというのがまあ、敗因だと思うので、ちょっと次回はもう一回これで試してみたいなと思うんですけども、なんかね、ちょっと皆さんのお知恵もお借りしたいなというふうに思いますので、お気づきの点とかアドバイスあれば、ぜひぜひ、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。